はい、ナイスゲーム、ナイスゲーム。はい、ナイスゲームです。マジで。いやー、戸郷のピッチングよ、本当に。マジで、翔征、ナイスピッチング。昨日ね、あんだけこう、中継ぎ陣をね、出してたっていうところで、まあ今日ね、長いイニング投げてほしいな。でも、戸郷ね、こっから頑張ってもらわなあかんからっていうところで、まあいろんな葛藤があったんだけど、やっぱり結局ね、素晴らしいよね。本当にもう今日の試合は本当のなんかめちゃくちゃ好きな展開だったし、本当になんか僕二重人格みたいに思われてない。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズの試合解説やっていきたいと思います。はい、まあもうね、まあ僕のこのテンションですからね、まあ勝ったんだろうなという風なところはね、わかると思うんですけど、まあ今日の試合僕めっちゃ好きでしたね。はい、なぜかっていうと、なんかその足というかね、走塁で結構取ったりとか、いうところも場面としてあったんで、そういうところも好きでしたし、まあ打つべく人がね、最後こう、まあカズマがですね、まあ最後こうツーラン打って、まあ試合を決めてというかね、まあダメ押しという形でやったっていうのもあったんで、なんかこう、すごくなんかいい試合だったなというか、いい試合運びだったなというかね。で、戸郷もね、すごくいいピッチングだったんで、まあこういう試合がね、できてったらすごくいいんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ昨日ね、ちょっと苦言を呈しましたけども、僕ね。まあそれを、見てたのかわからないですけども、非常にね、ナイスゲームだったんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ今日の動画の構成に行く前に、今年中にね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人を、ね、目指しておりますんで、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日の動画の流れ、言っておきます。まずですね、得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきます。そして3番目、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、そういったところですね、できるだけ分かりやすく、野球をあまり知らない人にもね、できるだけ分かりやすくね、伝えていきたいというふうに思いますんで、ぜひね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながら、ちょっと一緒にね、得点シーン振り返っていきましょう。はい、今日はですね、結果から言いますと、6対0でジャイアンツが、勝利をいたしました。よいしょー、ナイスゲームということで、非常にいい試合運びだったんじゃないかなというふうに思います。じゃあ得点シーン振り返っていきます。はい、まず1回裏3点取ったんですけども、まずノーアウト1、3塁から吉川選手のライトへの2塁打、うん、で先制で、ノーアウト満塁から大城選手のレフトへの犠牲フライで、ワンアウト1、2塁からモンテスのファーストフライだったんですけど、ファーストファールフライだったんですけども、2塁ランナーの吉川選手がタッチアップをしました。3塁に2塁から3塁にタッチアップしました。でオースティンがサードに投げたんですけども、送球がそれてレフトに、転がってる間に吉川選手がホームに帰ってきたというところで、まあ結果から言うと、まあそのオースティンのエラーというところになって、まあ点が入るんですけども、これも積極的にね、マジでいい走塁だったなと思います。後で解説します。はい、で5回裏にもですね、ワンアウト一塁からこれ岡本選手のホームラン、これ特大のホームランね、これもう上段ぐらいまで飛ばしてるホームランなんですけども、本当にナイスバッティングだったなというふうに思います。低めのボールだったんですけどもね。はい、で、8回裏。で、2アウト2、3塁から、これ、浅野選手、まあ、サードのエラーというところで、まあ、タイムリーエラーというふうな形でね、最後1点取っておりまして、で、6対0というところで、今日ね、ジャイアンツが勝利をいたしました。はい、じゃあですね、次ですね、スタメンの変更点見ていきたいと思うんで、僕の、川田にですね、画像を出しながら、両チームのスタメンの変更点を見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のジャイアンツから見ていきたいと思います。はい、昨日からの変更点はですね、昨日坂本選手が2番に入ってたんですけども、今日は7番に入っております。まあ状態があまり良くない、まあ昨日6の0かなっていうところで、まあ7番に入っております。で、浅野選手はですね、5番だったんですけども、今日は2番に入っておりますと。で、キャッチャー昨日岸田選手だったんですけども、今日5番にキャッチャー大城選手が入っておりますと。で、ピッチャーは昨日グリフィンだったんですけども、今日は戸郷投手というところで、まあ昨日引き分け、まあマジック点灯しましたけども、まあ戸郷投手ね、しっかりこう勝ってね、まあ彼のね、キャリアハイのね、数字とかもありますから、そういったところも、チームもありますし、っていうところでしっかりね、今日勝ちたいなというふうに思っておりました。
はい、で対する DeNA ですけども、昨日からの変更点でいうとあまりなくてですね、キャッチャーの戸柱選手昨日出てたんですけども今日は、伊藤選手になっておりますと7番に入っております。でピッチャーがジャクソン投手から今日は K 投手になってて、まあ、それ以外はね変更点は ないというところですね。はい、そういったところで、まあ、DeNA もね、まあ、いろいろこう CS 争いでね、いろいろ熾烈になってきていますから、まあ、しっかりね、勝ちに来ているとは思いますけども、まあ、ジャイアンツもね、絶対負けてられないというところで、まあ、素晴らしい、試合が見れるんじゃないかなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところを、できるだけ分かりやすくね、皆さんにお伝えしていきたいと思いますし、本当に YouTuber 見てまして、僕みたいにこんだけ毎試合、マジで、元プロ野球選手がこんだけ解説してるチャンネルって本当にないなと思うんで、本当にね、絶対チャンネル登録しといた方がいいと思うんで、ぜひね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、いきます。まず1回表見ていきましょうか。これね、初回からいいプレーありました、守備で。はい、ワンアウトから牧選手にレフト前ヒット打たれましたと。うん、なんですけども、ワンアウト1塁で佐野選手の打席の時に、まあ、結果から言うと、363のダブルプレー取ったんですね。でこれもなんですけどもランナーがスチールしてるんです。スチールというかランナーが走ったところなんですけども、ファーストの岡本選手がね、取ってねすぐ二塁に送球してで自分で戻ってというところでダブルプレーを完成させたんですけどもこれねナイス判断でしたし、ナイスフィールディングだったと思います。これねもし、ランナー二塁に送られてとかなってくるとまた話変わってたと思うんですけどもそこしっかりダブルプレー取れたっていうのは非常に良かったんじゃないかなって僕は思います。で、ここですよね、1回裏。この回が、まあ3点取ってね、めちゃくちゃ今日大きいわけですけども、ちょっとね、やっぱり解説していきたいと思います。詳しくね、ここは。はい、まずなんですけど、先頭バッターの丸選手、まあ非常に昨日からね、走塁もそうですし、バッティングも非常にいい活躍をしてくれてるんですけど、まあこれね、やっぱり1番バッターって何が重要かっていうと、まあやっぱりこう、相手のね、立ち上がりとか、やっぱりこう、みんな気になるじゃないですか、味方のチームっていうのね。そこで、1番バッターの丸選手がどういう対応をするか、どういう打席のね、内容で、まあ1番を迎えるかっていうところで、やっぱり印象が全然違うわけですよ。で、例えばですけど、簡単にね、例えばこう、空振り三振とか見逃し三振して帰ってきたら、あ、今日球走ってんのかな、ああいうピッチャーいいんかなとかいう風なね、ちょっとこう不安な気持ちになるわけですよ。ただ、やっぱりこう逆に言うと、1番バッターがカチン打ってくれたら、あ、今日いけるねっていう、そういうテンションになるわけですよ。で、ここですよ。今日の試合、丸選手が初球のストレート、152キロか3キロぐらいの速いまっすぐを、いきなりセンターにパーン打って2塁打ってるわけですよ。まずこれで、やっぱ味方のチーム上がってくるわけですよ。で、相手のピッチャーも、あれって、初球のストレート、自信持って投げたのに、いきなり打たれたって、やっぱそういう心境になってくるわけですよ。相手も、あれ大丈夫かみたいになってくるわけですよ。だから、1番バッターってめちゃくちゃ大事なんですね。で、その上で、まあ、この、ノーアウト2塁で、まあ、浅野選手がフォアボールを選びましたと。今日2番に浅野選手が、まあ、入ってまして、まあ、つなぎ役というかね、しっかりできるかなっていうところはあったんですけども、ここでフォアボールをしっかり取れたというところ。で、ノーアウト1、2塁で、吉川選手ね、ここバントだろうと僕も思ってたんですけども、案の定バントだったんですね。なんですが、バント4球目を空振りしちゃうんですね、ちょっと。で、丸選手がバッてこう、出るんですね。ランナーでバッて出たら、僕キャッチャーやってたらわかるんで、やっぱ投げたくなるんですよ。アウト取れると思うから。投げたくなるんですけど、投げた瞬間に丸選手がサードにね、スチールをしたんですね。で、それで、まあ、1、3塁というところを作ったんですね。で、その次の球を吉川選手が、まあ、そのタイムリー、ライトにタイムリー打ったっていうところで、吉川選手のミスはミスなんだけど、それを、ミスじゃなくなったというか、ミスを帳消しにした丸選手の走塁と、その後にすぐね、バットで取り返す吉川選手のこのね、まあ、執念というか、しぶとさというか、素晴らしい対応なんですけども、っていうところで、まず先制できたっていうのは非常に大きかったんだと思います。で、その後に岡本選手がスリーボールになって、まあ、敬遠されますと。で、ノーアウトの満塁になりますと。で、例えばノーアウト満塁ってよく言われるんですけど、点が入りにくいとか言われるんですね。で、大体そういうチャンスの時って、一人目のバッターが結構大事なんですよ。うん。で、ここでもし大城さんが、例えばゲッツーとか、なんかしょうもない内野フライとか打ち上げたら、もしかしたらこの回1点で終わってたかもしれないですけども、そこでしっかり犠牲フライ打てたんですね。ノーアウト満塁で。これがでかかったんですね。で、2点目取りますと。で、ワンアウト1、2塁から、モンテスが、ファーストフライ打ったんですけど、で、先ほども言いましたように、オースティンが取って、まあ、ちょっと油断してたというか、
二塁ランナーの吉川選手だったんですけども、まあ、ファールフライ、浅いファールフライだったんで、まあ、取ってそのままふわーって来たんですね。ふわーってこう、何もないやろ、みたいな感じでふわーって来たら、吉川選手バーンスタート切ったんですね。で、それで、オースティンも慌ててこう、サードに投げたんですけど、その慌ててるがゆえに、送球がね、悪くなって、悪送球になって、で、レフトに転がって、で、それを見て吉川選手ホームまでバーって走って、で、それでギリギリセーフになるわけですけど、これね、はっきり言ってね、めちゃくちゃすごい走塁ですね。まあ、その DNA の守備の乱れとかもありましたけども、まあね、で、DNA もね、それをね、オースティンもこれ考えとかないといけないっていうところはあるんですけども、そこを、やはり隙をついた。本当に一瞬の隙だと思うんです。1秒もないと思うんです。その隙をついた吉川選手の走塁もそうだし、悪送球になってすぐに見て、それでホーム行けるっていう判断したその速さの、頭の速さっていうところも、本当素晴らしいなと思いますし、今日ね、こういう僕ね、走塁で取った1点とか、そういうのめちゃくちゃ好きなんですね。で、同じ1点でも、こういうミスで、まあ、走塁とかで取られた1点って、ほんと3点分ぐらいのなんか精神力の、精神力のダメージある、精神ダメージがあるんですよ。チーム的に言うとね。だから、そういったところで、まあ、非常に、まあ、初回に3点っていうところも取れたのもそうやし、同じ3点でも、こういうね、なんか守備の乱れとか、隙をついた走塁で、取った点っていうのは相手にすごくダメージがいくんで非常にいい点の取り方だったんじゃないかなと思います。はい。で、次気になったところ3回表ですね。3回表にまあその今日 3-0 で今勝ってるんですけど、この時点でね、なんですけども、ワンアウトから森選手に初ヒット打たれるんですね。で、ワンアウト1塁で K 投手にバントで送られると。で、2アウト2塁でまあ梶原選手回ってきますと。まあ梶原選手いい選手ですよね。で、ここでまあ、結果的にショートゴロ打ち取るんですけども、これね、ちょっといい配球だったんで、ちょっと見ていきたいと思います。配球チャート見ていきたいと思います。はい、というのも、やはり戸郷投手って、まっすぐでフォークピッチャーなんですね。で、最近で言ったら、まあ、スライダーとか投げてますけども、基本的にまあ、この2球種で、まあ、大体 70% とか 80% 投げてるわけですよ。で、そこでね、まあ、フォークで1球目空振り取って、2球目フォークで空振り取るんですね。で、ここで、バッターはフォークボール2球空振りしてるんで、必然的に、あ、やばい、フォークボール自分全然合ってないと思うわけですよ。で、フォークボールもう一丁行くんですね。ツーストライクからフォークボールもう一丁行くんですね。で、それ見極めたんですよ。で、ワンボールツーストライクね。で、バッターの、頭の比重で言ったら、やっぱフォークボールが高まってるわけですよ。で、そこで一球ストレート行くわけですよ。で、ストレートのこのファールの仕方が、もう完璧にフォークボールを意識しながらファール打ってますよ。ストレートファール打ちましたよっていう、なんて言うんだろう。すごく振り遅れたというか、フォークボール、変化球を意識した上でのファールの打ち方だったんですね。で、それで、例えばもう一球フォーク行ったとしたら、もしかしたら拾われてヒット打たれたかもしれないですけども、そのファウルの仕方を見て、多分大城さんが、あ、これ多分まっすぐ行った方がいいわって。まっすぐ、頭にあんまないぞっていうところで、まっすぐ行ってここショートゴロ打ち取るんですけど、これはマジで正解だったと思うし、多分梶原選手で2球フォークボール空振りしてるんで、もう最後フォーク来るやろって思ってたところを、まっすぐで行かれたんで、ショートゴロに打ち取られたんじゃないかなって僕思います。はい。で、次なんですけども、ちょっとね、4回表なんですが、ちょっと東郷投手がちょっと調子乱れるんですね、この回。はい。まあ、先頭牧選手にヒット打たれますと、センター前ヒット打たれて、で、ノーアウト1塁で佐野選手センターフライに打ち取ります。で、ワンアウト1塁でオースティン空振り三振取って、ツーアウト1塁というところで宮崎選手フォアボール出すんですね。はい。で、次のツーアウト1、2塁で桑原選手に初球デッドボール当てちゃうんですよ。ちょっとね、やばいじゃないですか。で、ここで、ツーアウト、満塁になるところで、まあ、杉内さんがね、マウンド行って、ちょっと一回間を取って、で、ツーアウト満塁で伊藤選手っていう場面なんですけども、ここは、相手のバッターからしたら、こんだけ、宮崎選手と桑原選手に、まあ、フォアボールとデッドボールっていうところを当ててしまってるし、で、なおかつ状況も、ツーアウト満塁っていうところなんで、ピッチャーからしたら、もう次はフォアボール与えられないっていう心境になるわけですよ。っていうことは、ストライクを欲しがるんですね。っていうことは、初球に、ストライクを入れたいっていう感情になるんですね。だから、ここを、初球を狙っていくっていうのは、バッターとしては正解だと思うんですよ。で、ストレートをね、投げたんですけども、ストレートを狙いに行ったんですよ。ストレートを狙いに行ったんだけども、伊藤選手が打ち損じをして、まあ、ショートゴロっていうところで、まあ、ここは、まあ、伊藤選手も、もうストライクを来ると、取りに来るって分かってて振りに行ったけども、戸郷投手の球威が勝ったというかね、戸郷投手の、まあ、勝ちというところですよね。これは、まあ、伊藤選手としては狙いは良かったんですけども、打ち損じてしまったというところですね。
はい、で次、5回裏、まあ、今回、岡本選手のツーランで点を取るわけですけども、これね、僕すごい好きでした。これもね、先頭バッター浅野選手がセーフティーバントするんですよ。いきなりポーンってセーフティーバント、サード前にポーンってセーフティーして、で、まあ、宮崎選手も素手で取ってファーストに投げたんだけども、ヘッドスライディングしてセーフというところで、まあ、こういうことができるっていうのはね、本当に素晴らしいと思うし、その、打つだけじゃないというかね、足も使って、まあ、塁に出塁できるっていう、この浅野選手の強さというかね、素晴らしいなと思いますし、この、起点の利かし方とかっていうところも、非常にうまいなと思いましたし、まあ、宮崎選手もね、別にその、めちゃくちゃ俊敏なわけではないですし、正直言うと。で、守備がめちゃくちゃうまいかって言われてそうではないので、そういったところ、相手の弱点をちょっとつくっていう意味でも、非常にナイスバッティング、ナイスバントだったなと、ナイスセーフティーだったなと思います。で、吉川選手がまあセンターフライに倒れるものの、ワンアウト一塁で岡本選手のホームラン。これはね、ナイスバッティングだね。ほんともナイスバッティングですね。カットボールでボール、カットボールでストライク。で、チェンジアップ低めのボール見極めて。で、もう一球チェンジアップ来たんですけど、3球目のチェンジアップよりも高めに浮いて、それをね、パッコーンってすくい上げてホームランというところで、ちょっとこのホームランはエグいなっていうふうに思いましたし、その後の打席でもね、岡本選手センターフライとか打ってたんですけど、なんかね、すごくいい形でね、打球が上がってきてるし、打ち方もね、なんかこう、極端に開いてもないし、パーンって顔残ったような形でセンターフライも打ててたんで、本当にね、マジで調子上がってきそうやなっていう感じはしてますと。はい。で、最後ですね、8回裏、まあその代打ね、まあ、戸郷、が出て、東郷に、萩尾選手が代打で出て、まあ、ツーアウトランナーなしという場面なんですけども、センター前フヒットを打てたっていうところは、非常にね、この萩尾選手にとっても大きいヒットだったんじゃないかなと思います。で、ツーアウト一塁から丸選手がスリーツーまで持ってって、ランナー自動的にスタートなって、それでセンター前ヒットを打って、1、3塁作りますと。で、これも非常にうまいなと思いました。うん、スリーツーまで、粘ってというか、持ってって、2アウト3、2なんで、ランナーは自動的にスタートするんでね。そういったところで、ワンヒットで確実に1、3塁を作れるという場面ですよね。で、最後、2アウト1、3塁で、浅野選手が、まあ、サードへの、なんていうんだ、エラーか、サードのエラーを誘って、まあ、1点取るわけですけども、これも、まあ、先ほど言ったようにね、セーフティーしてて、決められてるっていう宮崎選手の頭があるから、ちょっとこう、パーンって跳ねたバウンドだったんですけども、難しいバウンドでも勝負していかないと、浅野選手足が速いんで、セーフになってしまうっていうのが頭に入ってるんで、勝負しに行ったんですけども、エラーしてしまったっていうところで、これがもしね、例えばめちゃくちゃ足が遅いランナー、バッターだったら、1個バウンドを待って取って、投げてもアウト取れるんですけど、そこを浅野選手の走力っていうのが頭に入ってるわけなんで、前のセーフティーでね。っていうところで、まあそのエラーを誘えたっていうところもあるんで、非常にね、まあこのエラーも前の打席のセーフティーバントから繋がってきてるんじゃないかなというふうに思いました。で、最後ね、まあ点差があるんで、堀田投手がね、しっかり三者凡退で締めてくれて、まあ6対0というね、ところで今日勝ちました。はい、非常に今日ね、本当にね、ナイスゲームだったと思うし、僕こういうね、ゲームめちゃくちゃ好きなんですね。足で取ったりとか、セーフティーを絡めたりとか、ピッチャーがね、抑えるべく してしっかり抑えれたりとか、まあ、4番の選手がね、ダメ押しのホームランを打ったりとかっていうのがありましたけども、非常にね、理想的なゲーム展開だったなというふうに思いますし、まあ、多少ね、ピンチはありましたけども、そこをしっかりね、まあ、0対2で切り抜けたっていうところは、戸郷投手ナイスピッチングだったし、大城選手もね、ナイスリードだったと思うので、まあ、こういう試合をね、今後も続けていければ、まあ、間違いなく優勝ができるのかなというふうに思うので、まあ、すごく難しい時期ですし、明日からまた、広島の移動がありますしね、また、東京から、広島に移動したりとか、次、阪神甲子園球場に行ったりとか、いろいろあるんで、選手も疲労が溜まると思いますけども、そこはね、最後、ここは最後正念場だというふうに思って頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、最後になりますけども、チャンネル登録者数5万人目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。